よせ。貫突すると足速くなりますか。あ、ちょっと能力差上がります。足速くなります。決着をつけるぞ。うるい。勝つのは俺たちだ。紫は1と4突でだいぶ変わります。あ、キュンさんありがとうございます。よせ。勝つのは。オーケー。今日は無敵だ。明日の学校泣くほど辛いです。うわ、俺もね明日の仕事泣くほど辛い。頑張ろう。決着をつけるぞ。みんな月曜は辛いんだよ。イエーイ。楽しいのこのゲーム。楽しいよこのゲーム。チャーシューさん。めっちゃおもろい。よせ。あ、そっか。本気とかないわ。今の累積だ。このゲームもリアルバスケと一緒にリバウンド多く取れるセンターいれば安定しますか。リアルバスケと一緒に。そうですね。リアルバスケと一緒でそうです。これは間違いない。弱弾とこの試合との試合はこんなに盛り上がらなかった。いや、弱弾との試合も盛り上がりましたよ。楽しかった。よせ。またやりましょう、スーザンさん。悪い。紫覚醒位置なんだっけ、何でしたっけ。あれ、ここから先は蹂躙するの勝つ。よせ。ナイス。俺だ。バースト系のやつなんだよな。あ、キョウさんがブロするとバーストの必要ゲージなの。あ、そうそうそう。あ、それか。あれだよ。あ、それ読むんじゃなかったっけ。それ会場レギュラー舐めてんのか。無理にほどがある。決着をつけるぞ。よいしょ。はい。あ、うまい。妨害があったからな、結構。よせ。おー、すごい。ナイス。かっこよ。なんか青峰の倒れ方までかっこよ、合わせて。もうらい。はい、ここから先は中央です。お前、取りたい。俺だ。走れ。決着をつけるぞ。やべ。見切った。もうふざけ。取り。今操作ミスった。見切った。ああ、取り。恋の星人さん、覚醒ってどうやったらできるんですか。なんか奇跡の世代はラッキーチャームっていうダイヤガチャで行かせてもらうぜ。交換できるんで。ナイス。ああ。これで覚醒ができるようになります。ラッキーチャームと交換すれば。あ、妨害だけど入った。俺たちだ。で、覚醒一致するとどうなりますか。あ、奇跡はどうなんだろう。ちょっと使ってないんでわかんないな。もし何かコメントで知ってる人いたら教えてください。会場レギュラー舐めてんのか。無理にも程がある。ピピさん、初めてまだ1ヶ月も経ってないけど氷室も明石もゲットできて日本派だわ。おほほほ、俺たちの楽しみだな。確かに。オッケー、止めた。よせ。勝つ。本気とかないわ。だるいし。忘れた。いやー、強い。残ゲット強し。いやー、お前じゃ止められねえ。煙突さったら明石、ああなりますけど、マジで気持ちいいです。あ、煙突明石ね、あれね。ズバッと。うわ、すごい。よぉ。本気とかないわ。いやー、今は累積。うん。次、清志コンロ。次は、前泉が来ます。これ、ペーパーで合わせるな、気持ち。合わせられます。もうなんか結構センターがカバーのケース多いからさ、あれペーパーで合わせれるとなんか攻めのタク広がると思うんだ。そうね。なんかそれが来た時はペーパーをもちろんしようと思ってる。思ってます。あ、オッケー。なんか絶妙につま先だけ妨害食うのが上手くて、それでやられてるだけで。ラッキー。よせ。
以上無理だ。オッケー、すごい。Thank you。 あ、ありがとうも。オッケーです。Thank you。 よこせ。勝つ。本気はうまい。だるいし。こんなにヨコンさん強いの。ここから先は自由にするの。そうそう、オッケー、ナイパー。これ以上無理だ。すごいね。で、明石は4突したらショートカットができるようになるので、それまでとシュートカットでショートカットでマリカー加点よこせ。シュートカット4突したらマショートカットできるマリカーってないね。4突したらシュートカットができるようになるので、それまでと守備の意識って変わりますかね。決着をつけそうなんだろう。これちょっと教えてもらっていいですか。んだよね、あのシュートカット来い。悪いがお前じゃ止められねえ。ロンがトールハンマー決めたらダンクするの。物足りなかった分を思いっきり行かせてもらうぜ。ここから先は蹂躙するのだ。よこせ。ここから先は蹂躙するのだ。メッセ18秒。あ、すごい速い。足が速い。ずれた、ラッキー。決着をつけるこっちだね。うぅー、やべぇ。気持ちいい。おっしゃ、これは気持ちいい。おっしゃ、うぅ、これはおっしゃです。